第55回宝塚記念は2014年6月29日に阪神競馬場で行われた競馬の GI 競争。ゴールドシップが優勝し宝塚記念初の連覇を達成した。5月24日から6月8日までファン投票が行われ5月29日に第1回中間発表6月5日に第2回中間発表6月12日に 最終発表が行われた。最終順位上位20頭は以下の通り。うち、ジャスタウェイは、前走安田記念で不良馬場を走った疲労が取れず、回避、フェノーメノは、秋のレースに専念するため、回避、エピファネーアは、香港遠征の疲れが取れず回避となった。前年の優勝馬ゴールドシップが、単勝2.7倍の一番人気、日経賞1着、天皇賞2着だった。 ウィンバリアシオンが単勝3.0倍の2番人気に押された。前年品馬3冠を達成したジェンティルドンナが単勝4.1倍の3番人気で、この上位3頭が人気を集めた。宝塚記念2013年6月23日に行われた第54回宝塚記念は11頭立てで行われ、1番人気のジェンティルドンナをゴールドシップが破り優勝。 ジェンティルドンナは3位に入着した。ドバイシーマクラシック2014年3月29日にアラブ首長国連邦で行われた第17回、ドバイシーマクラシックは前年2着のジェンティルドンナが前年1着のシジュスデゼーグルを破ってコースレコードで優勝し、ステイゴールド、ハーツクライに続いて史上3頭目の日本馬制覇を果たした。 天皇賞2014年5月4日に行われた第149回天皇賞は、フェノーメノが制覇、ウィンバリア・シオンが2着、ホッコブレイブが3位にそれぞれ入着した。ゴールド・シップは7着に沈んだ。ビクトリア・マイル2014年5月18日に行われた第9回ビクトリア・マイルは11番人気のビルシーナが制覇、2番人気の名称マンボは2着に入着した。 ナルオ記念2014年6月7日に行われた第67年、ナルオ記念は、エアソミュールが優勝した。2番人気のカレン・ミロティックは4着にとどまった。その他、ベルデグリーンは3月2日に行われた、中山記念で5着を記録してから、休養明け4ヶ月ぶりの出走となった。スタートでは、ゴールドシップが出遅れた。ビルシーナが鼻に立ち、フェームゲームがその後ろをつけ、 ゴールドシップも待機策を取らず前目につけた。ジェンティルドンナやカレンミロティック、デニム・アンドルビーは中段につけた。ウィン・バリアシオン、北高ブレイブ、当選上段は後方につけ、ヒット・ザ・ターゲットやベルデ・グリーンが最後方から追う展開となった。雨の影響で時計のかかる馬場になっていたことから、最初の1000メートル通過は1分2秒4と緩めの展開となった。 3.4コーナー中間付近でフェームゲームがビルシーナをかわし先頭に立つが最終直線の残り200メートルほどでゴールドシップが末足を発揮し一気に抜き去って先頭に立ち3馬審査をつけて優勝した後位につけていたカレン・ビロティックもゴールドシップの後を追って伸び2着逃げ粘ったビルシーナが3着に入った2番人気のウィンバリアシオン3番人気の ジェンティルドンナは、勝負書で伸びを書き、それぞれ7着、8着に沈んだ。ありがとうございます。